皆さんどうも、ポケモーニングポケモン情報局のヒロトです。今回はポケポケの中でも大注目されているミュウツー、こちらめちゃくちゃ強いとガチ勢の中でも話題なんですけれども、このミュウツーデッキで超強い構築を考えてきて、使ってみましたので、ぜひ最後までご覧ください。勝率 90% を超えていてですね、20連勝したデッキですので、マジで強いのでおすすめです。それでは早速対戦の方やっていきましょう。それではこちらが先行ということで、手札はラルトス、ピジョット、ピジョン、スピーダー、サーナイトということでスタートしていきます。こちらの手札は、種ポケモンがラルトスだけですので、バトル場にラルトスを出して戦っていきます。相手は水タイプのデッキ、フリーザーとヒトデマンとかでしょうか、コダックでしたね。フリーザーとコダックを出してきました。水タイプのデッキは基本的にエネルギーをつけるスピードが速いので、早めに大きな大ダメージを与えられることが多いので、できたらバトル場のラルトスをミュウツーと変えたいところです。しかしこちらはミュウツーが秘訣というところで、ここからミュウツー引いていきたいですね。相手1ターン目に霞を使ってきました。ここで霞でエネルギー1つでもつけられると、フリーザーが40の技を使ってくることになったので、こちらちょっとだけ不意になるというところですね。はい、ここでモンスターボールを使っていきます。ここでミュウツーを引いておきたいところです。ミュウツー引けました。これでミュウツーをベンチに出して、スピーダーを使いながらバトル場のラルトスと交代することができますね。しかしちょっとここは一旦考えどころで、ラルトス、これからバトル場に出すことありませんので、ミュウツーじゃありません。フリーザのアイスウィング40ダメージをラルトスで受けてもらった方がいいかなとも考えてます。ここラルトスバトル場に出したままにしましょうか。次のターンでミュウツーとラルトスは入れ替えたいかなと思いますね。はい、ミュウツーにエネルギーをつけてターン終了です。水タイプのデッキだとエネルギーを一旦に2つつけれることが多くてですね、吹雪使われる可能性があったので、1ターン目に霞を使われていなければ交代している可能性が高いんですけれども、今回は1ターン目に霞を相手が使ってきたということで、今回はラルトスをバトル場に残したまんまというプレイングを取りました。このターンはミュウツーと入れ替えてミュウツーで攻撃していくというターンになりますね。ポッポ、ピジョン、ピジョットという風に、トントン拍子で進化することができたのがかなり今回は強い動きかなと思います。ここでスピーダーを使ってミュウツーとラルトスを入れ替えていきます。これでミュウツーを先頭にして、こちらも準備満タンという感じですね。こちらのデッキ、ピジョットとナツメを使ってガンガン相手のポケモンを入れ替えながら戦っていくという感じです。ピジョット使って相手のポケモンを入れ替えていきます。これどのポケモン出してくるでしょうか。コダック出してくるんじゃないかなと思います。ここで榊を引いているとコダック一撃で仕留めることができたんですけれども、今回は残念ながら引いてないので、そのまま粘土弾を打っていくという感じですね。サポート使う意味特にありませんので、このまま技を打っていきます。粘土弾で50ダメージ。次のターン、コダックにエネルギーを1つつけて、相手は逃げるを使ってポケモンを入れ替えてくるんじゃないかなと思います。霞使ってきましたね。表のコインが表の数だけ 水エネルギー増やされるんですけれども、ここは表が1個も出ず、こちらのラッキーということで、バトルが進んでいきます。コダックに水エネルギーをつけてフリーザーと入れ替えてきましたね。フリーザーのアイスウィングで40ダメージ入りました。ここピジョットの強いところが出ましたね。さっきのターンピジョットを使っていないとですね、相手アイスウィングではなくて吹雪を使ってこれたターンになりますので、相手の行動を一旦遅らせることができたんじゃないかなと思います。ここ、ポッポ出したい人いるんですけれども、このデッキもうピジョット入っていませんので、特に出す意味はないので出さない方がいいです。基本的にミュウツー EX デッキっていうのはミュウツー2体で戦っていくデッキになりますので、バトル場とベンチにミュウツー2体用意しておきたいっていう感じのデッキなんですよね。もう一度追い払うを使っていきます。
これでまたコダックが前に出てくるんじゃないでしょうか。そうですよね。超エネルギーを一つつけて粘土弾撃っていきます。これでかなり勝ち確になったんじゃないでしょうか。相手フリーザーを出してきて吹雪を撃ったとしてもミュウツーの残り HP110 には届きません。その上でこちらは次のターンサイコドライブを撃つことができて150ダメージ、フリーザーを一発で倒すことができます。結構ミュウツーデッキ組んでる人ピジョット入れずに、あ、こちら勝ちですね。相手、今さっき自分がお話しした通りもう勝ち目がないということでこちらの勝ちになりました。ピジョットの強いところが出ましたね。ミュウツーデッキにピジョット入れてない人多いと思うんですけれども、基本的にサーナイト2体ミュウツーデッキで出す意味っていうのはあんまりありませんので、自分はピジョットを入れてですね、こういう構築にしてみました。ちなみにめちゃくちゃ強いです。はい、それでは続いて2戦目やっていきましょう。さっき水タイプのデッキに対して先行を取られるっていう結構不利な状態でバトルが進んでいったんですけれども、相手霞でコインを表にすることができなかったりと、まあ、不運もありながら、しっかり勝つことができました。はい、こちら最初のターンにミュウツーを引けてますね。ミュウツーをバトル場に出して、お相手はまた水タイプのデッキです。フリーザー EX 前に出してきましたね。フリーザーなかなか強力なポケモン、割と早めに勝負を決めに行くデッキということで現在大流行してます。霞使われると、きついんですけれども、霞使ってきますかね。こちら先行1ターン目で霞のコインで表が2枚出るとアイスウィング先行1ターン目に打ってきます。もしねコインの表が3つ出たら先行1ターン目に吹雪使ってきて、まあそれはまあもう無理ですね。それはもう無理です。そのどのデッキでも対策不可能ということで、霞使ってきましたね。ここを表2枚出されると相当きついです。裏、OK。ありがたいですね。いやいやいや、しょうもなこいつ。それでは次の対戦やっていきましょう。こちらは高校からのスタートということで、最初の手札ではラルトスとサーナイト、そして夏目と博士の研究スピーダーということで、こちらの種ポケモンはラルトスだけなので種ポケモンをバトル場に出していきます。これ理想としてはミュウツーを引いてミュウツーをバトル場に出すっていうことが多いんですけれども、まあ、今回はミュウツー引けずということでラルトスからのスタートです。さあミュウツー引くことができましたね。これはかなりありがたいです。まあ、この後博士の研究も使えるので結構ミュウツーは引けるかなと思ったんですけれども、1ターン目、高校1ターン目で手札に来てくれるっていうのはかなりありがたいですね。こちら超エネルギーをミュウツー EX につけまして、このターンはラルトスとミュウツーは入れ替えなくていいかなと思います。そうですね、相手、ラルトス一撃で倒すことはできないと思いますので、このまま番を終わっていきましょう。そしてこれね、このデッキラルトスとポッポ2枚ずつ入ってるんですけど、基本的に2枚目のラルトスとポッポを出すことがありません。ベンチにラルトスがいるとき、ベンチにラルトスポッポがいるときに同じポケモンを2体出すことはほとんどないですね。さあここポッポ引くことができました。ポッポもベンチに出していって、ここは、ラルトスとミュウツーを入れ替えて相手を倒していきます。相手のデッキ海流を軸にしたデッキだと思いますので、ここは雪はみを倒すのではなくミニリュウの HP を削ることを優先していきます。相手に海流進化さえさせなければ基本的に海流デッキには負けることありませんので、ここは倒すのを優先するのではなくて、ミニリュウの HP を削ることを優先していきたいと思います。こういうプレイング地味に大切かなと思いますね。はい、ここで白龍に進化してきましたが HP が50しかないので粘土弾で倒すことができます。ただ相手スピーダー持ってましたね。スピーダーで雪はみと入れ替えていきます。ただこちらも
夏目を持っているので、次のターン夏目使って白龍を倒すことができますね。もう一度ナルト層を前にしたいと思います。相手の夏目でバトルバトベンチのポケモンを入れ替えないといけないので、ナルトスを正面にしていきます。ここはスピードはないので、ナルトスにエネルギーをつけてニゲルを使っていく展開かなというところです。2枚目のナルトスとポップを引いていますが、これは出さずに戦っていきます。さあ夏目を使って、はい、相手の白龍を前に出さざるを得ないと。相手白龍の HP が50しかないので、これで白龍倒して、相手の海流デッキ降されると勝ち目がなくなりますので、相手諦めて降参という感じです。ということで皆さん、こちらのミュウツーデッキいかがだったでしょうか。夏目の数を1枚減らしてサーナイトをもう1枚増やすとかもありかなと思います。そして個人的に結構ね、ピジョットとミュウツーの相性がいいので、ミュウツーデッキにはピジョット入れるのおすすめですね。ここピジョットなしでラルトス、キルリア、サーナイト、ナルトスとキルギア、サーナイト2枚ずつ、プラスミュウツー2枚という風なデッキ構築だと、意外と事故ることが多くてですね、手札事故が多かったりするので、個人的にはこういった構築にするのを、するのがおすすめですね。というか使ってみてこっちの構築の方が強かったので紹介させていただいております。使うコツとしては、バトル場にミュウツー、そしてベンチにサーナイト、ピジョットを1体ずつ、そしてベンチにももう1体ミュウツーを用意するといったような感じで戦っていくので、2体目のラルトス、2体目のポップを手札に引いた時は出さずに手札でキープしておく、手札に残してベンチには出さないといったようなプレイングとかが必要になってきます。まあ、そういうところ注意してもらえれば結構勝てるかなと思いますので、ぜひ皆さん使ってみてください。ということで、以上ポケモン情報局のヒロトでした。このデッキ見ていて面白かったよとか、使ってみて楽しかったよという人は、ぜひね、高評価とかよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイー。